マンスフィールドパークは、ジェイン・オースティンの長編小説。1811年から1813年の間に、執筆、1814年に刊行された。美人の三姉妹の次女マライアが、マンスフィールドパークの主人である、順番尺で裕福な地主のバートラム教に見染められた。その姉は、バートラム教の友人と結婚して、ノリス夫人となりその余力を受けたが、 三女のファニーは身分違いの貧乏な結婚をした。そのため、三女はそれを責められ、互いに絶縁する。三女は貧乏子だくさんで金がないのに音を上げ、恥を忍んで援助を姉夫妻に申し込むと、バートラム夫人はわだかまりを解き、直ちに援助した。そしてその長男ウィリアムは、バートラム教の貢献で海軍に入り、長女ファニーは、 ノリス夫人の思いつきにより引き取られることになった。しかし、ノリス夫人はアイデアを出すだけで事前をした気になる性格で、実際にはバートラム夫妻に引き取られることになった。バートラム教は自分の男子二人がハニーと恋仲になってしまう可能性に懸念を感じるが、兄弟同様に育てばそんなことは起こらないと、ノリス夫人に説得される。いとこたちと兄弟同様だと思わず、 出しゃばらないようにとノリス夫人に言われるまでもなく、ファニーは引っ込み事案であり、その様子から家族からは受け入れられ、年の近い二人のいとこも彼女たちなりにファニーを偶する。しかしそんな中で、ファニーのことを間に考えて親切にしてくれるのは、次男のエドマンドだけであった。そんな中で、バートラム教は西インド諸島にある資産の手入れのために、長男のトムを連れてと要するが、 その間に、長女のマライアは、ノリス夫人の肝入りによってミスター・ラッツワースと婚約し、また、ノリス牧師の後任にやってきた、グラント牧師の夫人のイフテマイである、クロフォード兄弟が隣人として滞在することになった。やがて一足先に、長男のトムが帰ってくると、その悪友であるミスター・イニエツと共に、若者たちは演劇をしようとの思いつき、 それにのめり込むが、やがてそれを果たす前に、バートラム教がインドから帰ってきたため、すべては台無しにされてしまう。バートラム教の帰還からやがて、ヘンリー・クロフォードも、当地を去り、ヘンリーを好ましく思っていた、バートラム教の娘二人もマラヤはミスター・ラッツワース、と結婚して、しばらく保養地に滞在し、妹のジュリアもそれに付き添うことになる。娘二人がいなくなった。 マンスフィールドパークの中で、ファニーが唯一の若い娘となり、ファニーにとっては不本意ながら、家族の一員として中央に押し出される。エドマンドを慕うファニーは、同じく、エドマンドと互いに好ましく思っているミス・クロフォードから、親しくされ、友達付き合いを始めざるを得なくなってしまう。そして再び立ち寄ったヘンリー・クロフォードはいつの間にか、美しくなったファニーに遊び半分ながら、 好ましく思い始める。そんな中で、ファニーの兄ウィリアムが休暇を取り、マンスフィールドパークに招待され、ファニーは喜ばしい一時を過ごすと、ヘンリー・クロフォードは普段は、内気なファニーが、生き生きとしている様子を見て、ますます振り向かせたいと思うようになる。バートラム教はインドから戻って、以来、美しくなったファニーの謙虚さを好ましく思っており、同様に、 ウィリアムの立派な様子を見てこの兄弟をますます気に入り、二人のためにも舞踏会を開こうと計画する。舞踏会でヘンリー・クロフォードは自分がファニーに夢中であることに気づかされた。そしてバートラム教は名がヘンリー・クロフォードに求愛されているのに気づいており、好ましく感じていた。ヘンリー・クロフォードはバートラム教にファニーの件について許しを得るが、 バートラム教はファニーがその演談について拒絶するのに大使驚愕し次第に怒りも覚える。しかしやがてヘンリー・クロフォードの気持ちさえ嫌悪ならばファニーの気持ちもいずれ軟化すると思うのであった。その頃にはバートラム夫人も娘二人が不在な今ではファニーを長愛するようになっており、ノリス夫人だけが名の文在で重宝されていることに良い気持ちを持っていなかった。 エドマンドはメアリー・クロフォードと互いに相思相愛なのは明らかなのであるが、メアリーはエドマンドが装飾につくことが気に入らず、求婚を受け入れないでいた。ファニーはエドマンドへの気持ちが諦めきれず、二人の関係に一喜一憂するが、それを知らずにエドマンドとメアリーはファニーを親友として扱っていた。やがて、クロフォード兄弟はマンスフィールドパークを離れ、エドマンドも 正式に装飾を得て、遠くない場所であるが別居を始める。バートラム教は相変わらずヘンリー・クロフォードの求愛を受け入れないファニーに対し、実家へ里帰りさせて、上流階級の暮らしの素晴らしさを実感させれば、財産のある男との結婚を前向きに受け入れるだろうと考え、ファニーの兄で士官に任官されたウィリアムが、お礼がてら休暇にやってきた際に、 ファニーに2ヶ月の実家帰りを提案した。ファニーは実家が懐かしいのと最愛のウィリアムの休暇の間共にいられることもあり、喜んでその提案を受け入れた。しかしポーツマスへ移っていた実家へ帰るや、いなや、急遽ウィリアムの休暇は終わってしまい、戦場の人となってしまった。一方でファニーに対して母が関心を持ったのは最初だけで、 父に至ってはファニーに対して無関心であった。庭前たちは上流階級の家で過ごしているファニーには不作法で下凡にしか思えなかった。品の良いバトラム教の屋敷とその一家を思い出すと、ファニーは一月もしないうちに戻りたくなる。そんな中、幼い頃しか知らなかった妹の一人であるスーザンだけが一家に改革意識があり、作法を知るファニーを敬愛するようになった。 やがて、ヘンリー・クルフォードが会いに来ると、ファニーの気持ちは軟化した。かつてのヘンリー・クルフォードよりも優れた人間になっているように思え、実際に少し前向きに考えられるようになった。実家滞在が2ヶ月も過ぎようという頃、バートラム教の長男であるトム・バートラムが渋滞となった。そのためか、バートラム家からファニー不在を悲しみ、実家が気に入って帰りたくないと思ってしまうのでは、 ないかと心配する手紙は来るものの実家滞在は延長されファニーは一刻も早くマンスフィールドパークに戻りたくなったやがて突然メアリー・クルフォードから謎の手紙が届いた兄のヘンリー・クルフォードを擁護して信じるようにとの内容でファニーにはさっぱり内容がわからなかったしかしバートラム家からの手紙で事件の内容が判明したラッシュはアースプ人となっていた バートラム教の長女マラヤがあろうことか、ヘンリー・クロフォードと駆け落ちしたというのである。しかも、次女のジュリアは、ミスタイエッツとこれまた駆け落ちしたのである。これにより大いに不面目となった、バートラム教は夫人を慰めるためにもファニーを直ちに戻す必要性を感じ、ファニーはマンスフィールド・パークへ迎えられた。この時に、妹のスーザンも、客として滞在を許され、 スーザンはやがてバートラム家に馴染んでいく。バートラム教はヘンリー・クロフォードとの結婚をした不明を恥じ、ファニーに対して許しを求めた。一方でエドマンド・バートラムはついにはメアリー・クロフォードと破局し、やがて身近にいたファニーに対して真の愛情を感じるようになった。以前よりエドマンドを慕っていたファニーに無論のこと依存はなく、 バートラム教も息子の結婚相手には、地位と財産でなく、人柄が重要と感じ、エドマンドと、ファニーとの結婚を許した。バートラム教はいとこ同士の結婚をファニーを引き取るときに、懸念していたが、実際には、賛成に回ることになったのである。バートラム夫人はファニーが側を去ることに難色を示すが、ファニーの妹のスーザンをファニーに勝るとも劣らないほど、気に入るに従い、 スーザンを引き取ることで、ファニーの結婚を許した。ノリス夫人は、もう反対したが、娘の不始末の件ですでに、バートラム教への支配力は失われており、寵愛していたマラヤが完全に、上流階級から居場所を失ったために引き取り、遠い、場所で暮らすことになった。やがて、グラント牧師の死と共にエドマンドは、マンスフィールドパークでの装飾を得て、ファニーと共に戻ってくるのであった。 主人公が個性的を主張するジェーン・オースティンの作品の中で珍しく無個性な少女を主人公としている。一見主張が弱いという意味では、後の説得の主人公である案に通じるがより前向きであると言える。ありがとうございます。